なって思っている中で、でみんなそれ嫌って思いながらも順応してやっちゃうわけじゃないですか。なんか運転することしなくてもこう生きていける方法ってあるんじゃないかなっていうのを、まずこう自分が体現する立場になるからいいなっていう気持ちがあって、そういう普通にならなくていい就活がしたいと思っていて、就活も多分絶対こう自分がここだと思えるところに出会えるんじゃないかなっていう気持ちがあって、まあ、今現在今なんかそうなったらいいなっていう企業を見つけたんですけど、採用ページが更新されず応募も何もできず、何系の業界なの？あーそうなんだ。そういうことやってる会社で、その企画とかをやりながら、まあ、その MC とか自分が本気に出る立場にも、まあ、なれるチャンスがあるっていうふうに感じて、あんまりできないですね。その会社のじゃあ寝てるときは今のまま行くところ。そうです、ね。この髪色で。はい。マジスーツ似合わないですよ、この髪色。あ、スーツとは行くんだ。いや、スーツでも行かない。あ、行かない。究極じゃそれが認められなくていい会社が行かなかったら就職はしなくてもっていう。別にぶっちゃけ就職しなくても生きていける。就活アイドルが。そう。絶対正社員になって一つの会社に勤めることだけが答えじゃないかって私は思ってるんで、別にそれが自分の今一番だって思ってる方法が叶わなかったら、それはそれでまた別の生き方を探せばいいだけかなって。面白い就活アイドルだね、それは。就活アイドルの常識を覆してもらう。就活ってもう始めてる？就活っていう就活は本当にしてない。なんかここが変だよ、日本の就活みたいなのがあります。海外とかそういう他の基準を知らないんで、完全にまあ自分の価値観での話になっちゃうんですけど、まあ、見た目で判断されるみたいな。アメリカとかだと履歴書に写真つけちゃダメとかあるんですよね。そうそう、結構日本は外見重視みたいな。そうそうそう、自分探しの旅とかみたいですよ。新卒で25歳から始めるとか、日本はそうなるとね、こう新卒で活動してなかったみたいな楽に打たれちゃうから。確かに普通というか一般的にこう何十社もこう自分のなんとなくいいなって思うところにもうバンバン応募して、その中からこういい結果得られたところに就職するとか、そういうことをやる人って多いのかなって思って。20社は受けろみたいな、とりあえずまずエントリーが大事だから内定取るために。本当に自分が行きたいと思える会社があるなら、熱意があれば絶対それを伝わるし、よっぽど合わなかったらですけど、そして思いつけたらその思いって普通に通じるんじゃないかなって思っちゃって。変だよ、まあ、みんな髪の毛としても住んでさ、スーツでさ行くじゃん。で人事たちはさ個性がないわけよ。そこでじゃ髪に届いてさ茶髪とかに行くじゃん、こいつ生きてると周りに落ちるじゃん。そうそうそう、がんじがらめ、どっちにしても無理じゃんみたいな。じゃあ、春の集客コールまでこれ終わらなきゃダメだな。気になるもん、ここまで聞いたら、ね、こいつ着地どうなったんだろう。実際やってみてどう、ね、もしかしたら半年後普通に黒髪にスーツ着くんだから、順応したんだ。合わせるのが大事だ、ね、順応したんだ。どうなってるか、これはありだから、なしではないから、シール。いやいや、もう第一希望に決めましたよ。もうあるかもしれないから、もうちょっと初回だけじゃちょっとこう追い切れない。そうですね、お春就活シリーズ。あ、これぜひゴールは気になりますね、着地報告というか。就活アイドルだね、やっぱ内定を ね最後どうなったかっていうのは。とりあえず本件もやってないでしょ、ここだけでしょ。スタートから着地まで追いますよ。このチャンネルでしか見れない。秘書花のファンの方もぜひね、このチャンネルで見た方がいいっていう、おはるのゴールが見えるっていう。ちなみに今気づいたんですけど、携帯 iPhone じゃないじゃないですか、はい、日本人みんな iPhone だから嫌なんですか。いや、そんなことない。そういうわけじゃん。外しました。でもその会社のホームページできなかったら、マジ何もできないじゃん。そうなんですよ、やばいですよ。インターンは行って。インターンは今の時点では短期で今行ってるやつも含めて今3つ。ああ、まあまあ、そこは普通っていうか。そう、なんなら多いぐらいですか。でも普通のそれもちょっと一般的な企業とはちょっと違うのかな。あ、今後どうやって選考を就活していくみたいな考えてるのか。まずはその会社の採用ページができる頃が決定なんですけど、まあ一応そこの社員さんとかともお話ししたことがあって、まずはそこだけ受けたいみたいな。はいはい、スーツは持ってんの？違う、リクルスーツ。衣装がスーツだね。あ、終わるの昔のさ、写真とかない？一回目の写真大丈夫だよ。どんなもらったのかちょっと気になる。お子さんと修学旅行、はい、朝食でパンケーキがあって、それを焼いてるところをなぜかカメラマンさんに撮られた時の。じゃあ先に我々が。リアル18歳。え？おお。
マジだ。だいぶマシになった。これが18歳の JK 時代のおはるで、今がビフォーアフター。変わりますね、女性やっぱり。これが私です。どこにニーズがあるのか。じゃあ僕の就活時代絶対かっこいいでしょ。そうじゃないです、全然違いますよ。真面目。これは まさかこうなるとは。ビフォーアフターが。じゃあ一番不細工の準備して一応今メガネだったの。これじゃあファン企画プレゼントでデータあげます。あー、1名にはだったらすぐ拡散されるから。今話してるうちになんと来ました。こちらがですね、このお店の一押しですね、薩摩牛のテニオハカルビ。油のりのりです。おー、いいですね。じゃあカルビを焼きますね。焼いていきますよ。網を育てる。ちょっと頭おかしいんでしょうね。さあ、ここから焼いていきます。じゃあ3人前いきますね。45秒あった方がいいですか。いや、大丈夫大丈夫。もう鼻感で分かる。いつ頃から焼肉好きなんですか。小さい時から好き。あ、好きは好きだったんですか。小さい時から家族でホットプレート囲んで焼肉を食べるみたいな。あ、家で食べるんだ。俺あんま家で食べなかったの。ホットプレートないあるけど外だった。ないんだ。今ちなみにこうしてる間も鼻感では数字は把握してると。してるあと15秒ぐらいでいただいて。マジで正解だわ。俺これ今カメラ回したタイマーついてるからさ、数えたら試しに。マジで合ってるわ。すげえ。ずれたら1秒だけ。すごくないこれ。なんでそんなに焼肉にこだわってる。そうそう、なんでうまいじゃないですか。ただそれだけですよ。それを広めたいっていう。でそこまではわかるんですけど、生産者まで広めようとしてるじゃないですか。プロとか作ってる人がいないと僕ら食べれない。なるほど、本来そこに感謝をすべきと。そうそう、やっぱエンジニアがいないと。確かに IT もないないから。それと一緒っすよ。確かに、いただきますっていうのはこう食材に感謝はしてるものの、作り手の顔までわからんもんな。付き合う女性とか大変そうだな。こんないちいちね、まだ早いよとか言われて。でも火力がバラバラの時こういうテクニックを。おお、これはなんて技ですか。編み回し。なんか編みルーレットみたいな来るかと思ったら割と普通。でもこれ鹿児島牛、さっきなんか US 産なのか、まあ、鹿児島からこだわってましたけど、やっぱ違うもんなんですか。油の海苔とかお刺しが綺麗とか。僕あのホリエモンでやってる和牛マフィアみたいなちょっと食ってみたいな。あのシャトーブリアンのサンド4000円ぐらいですよ、一切れ。いけんのかな、予約とかしなくて。なんか会員制に頼まれた。あのシャトーブリアンのサンドイッチ見てやばうまそうって思って、まあまあ、もうこの時なら4000円払ってもいいかと俺思ってて、ちょ行きたいなと思って。あ、右ってかみんなの置いてる位置にあると思うんですけど、僕のはその濃い方ですね。うまそう。これが焼肉のタレ。これが鹿児島産のお肉、カルビ。カルビ、いただきます。どうすか。すごい脂が、大丈夫じゃない。溶けるうまいね。やっぱカルビは違うね、他の肉と。全然違う。うまっ。結構柔らかいですね。めっちゃ柔らかい。すぐ溶ける。鉄板押さえておきます。お春風に育成してください。おお、音がいいですよね、やっぱ焼肉が。そうだね、食べてる。マジで野菜食わない。野菜はもういらないです。野菜食わない。肉だけで。たまに食うけど。もうほぼ1日1食以上焼肉が食べてる。12月はそうやったけど、最近は あんま行ってへん。2月は20回。売れてない芸人のってるライブ数ぐらい。あんま行ってへんなと思ってちゃんと数えたら20回つ。あんまり20回行ってない。でもさっき話した、まあ、出身大阪じゃないですか。大阪がそのいわゆる焼肉のメッカと呼ばれる場所があるんですね。そう、コリアンタウンって言われるところがあって、はい、鶴橋っていうところで、そこがもう密集地帯で、もう全部焼肉屋みたいな。焦げる、はい、厳しいから、うちのボスは。生産者が泣くから。すいませんでした。美味しくいただかないとですよね。話しながらなんか神経がこっちに出るんでしょうね。確かに。そう、新大久保とかもさ、はい、なんか韓国系いっぱいあるじゃないですか、はいはい、あんな感じです。あれの、もっとギュッとした感じ。韓国はちょっと変わりますもんね。サムギョプサルとかあるけど、ね、そうね。サザンの桑田佳祐とか、あとなんやろ、TOKIO とかテレビ局とかも結構行ってたりして。全然でも違和感ないもんね、サザン、桑田、
コタロテレビ局俺、まあ、俺も将来的にね、ね、違和感がないな、ね、食べましょう、もう食べれますか、もう焦げちゃう、うまそう、2回目とは思えないよ、まさうまいな、お、続いては、お、ないの、実はタバコ捨てました、ない、手が来ました、置いたんで食べましょう、なんか食べ方があるんですかね、レーメンはないっす、よかった、レーメンいつぶりですか、いやなかなか食べないって本当覚えてないっすね、私も覚えてない、はい、食べますか、好きなの取って、あいいね、さっぱりしてね、ちょっとお肉の後に食べるのがちょうどいいんだけど、ちょっと脂っぽさを足すような酸っぱめです、甘さを酸っぱめです、はい、あもっちもち、あうまい、ここはもう、ま、外れなしです、ね、来た方がいいですよ、ここ、名前忘れました、セニョーハ、セニョーハ、セニョーハ来た方がいいですよ、マジで赤坂の駅から本当に徒歩3、4分ぐらい、もう出てすぐ、うん、右曲がれば徒歩30秒って書いてありましたね、うん、それはしょうがない、3分ぐらいマックから30秒、そう、マックから30秒、赤坂ブリッジの方を目指してマック越えてくるとすぐですから、隣セブンは地下なんですけど、Wi-Fi もあるんですよ、めちゃめちゃいい、あと顔 NG だったんですけど、店員さんが可愛いです、 Wi-Fi 焼肉アイドルがいたんで、焼肉アイドル、可愛い、このお店いいですね、地下で、しかも個室ですからね、これでもコースとかもあるんで、全然楽しめるんじゃないか、インスタグラムもテニオハレやってるそうなんでね、ぜひぜひ、それ見てくださ、わ、すごい、おめっちゃいいについてる、美味しそう、ベニオハ549で検索すれば、肉ケーキとかもね、肉ケーキ、うわすごいね、とかもあるんで、まあ、デートにおすすめです、サプライズとか送別会とか、確かにちょっといいとこでね、赤坂とかいいとこ食べたいなって思います、今後の就活の抱負をお願いします、はい、とりあえず、ちょっとごめんなさい、ミスった、テイク2、はい、自分にできることというか、こうきっかけを逃さないようには常にこう意識して、こう就職活動って言ったらあれですけど、まあ、きっかけを見つけられるように自分からこう積極的に動いてって頑張っていきたいなと思います、いや楽しみですねありがとうございます、逆になんかこれから一緒に就活を始める世代の人にメッセージみたいなのあります？そんなに気負わなくていいんじゃないかなんかもっと気楽に楽しくやろうぜっていう、そんなね、大人なんて怖くないという、いやごめんなさい、めっちゃ大人前にしていってるからあれですけど、そんなになんかさ、みんなだって大学でみんなバカやってんでしょ、遊んでんでしょって私は思ってるので、うんうん、なんかそんくらい緩く気負わず、なんかこう頑張ろうみんな、なるほど、ちなみにキャリアに困ってる若者いたら僕も相談します、すごい、キャリアアドバイザーなんで連絡して、連絡して、多分載ってるでしょ、 URL が Twitter かな、 Twitter のやつでね、はい、DM 待ってますんで、 DM 書く、はい、よろしくお願いします、お願いします、こんな感じですか、こんな感じでいいんじゃないですか、以上、肉の集い TV でしたみたいに言わなくていい、すげー、ありがとうございます、